はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、釣りやってますか？やってないっていう人が多いかと思うんですけども、実際のところ、ゲーム攻略にはそこまで支障はありません。全く問題ないですね。でも結構優秀なアイテムがもらえるので、クリア後にやってみると楽しめると思います。ちなみにもらえるアイテムですけども、こんな感じです。スキルアップパネル金とかですね、あとはお着替えがありますね。そして食べ物で仕草なんかがもらえます。で、この釣りが結構難しくって、今日はこの釣りをそこそこ簡単にいける攻略法やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いくぞ。ではまず釣りを始めましたら、レベル6を目指してください。なぜレベル6かというと、報酬を見てみましょう。レベル3で綺麗な釣り竿、レベル6でプラチナルアーというのがもらえます。この2つがあると、レベル11までがかなり楽になりますので、とりあえずレベル6まで上げましょう。6まではね、そんなに問題なく、ガンガンレベルは上がっていくと思います。どこでもいいです。もうここら辺でもいいし、あ、いや、ここら辺じゃちょっと弱すぎるな。レア度が2ぐらいのところ。まあ、フィールドにたくさんあると思うんですけども、そこら辺で、まあ、30分ぐらい釣りをすると、レベル6になると思いますので、ここで報酬をもらってください。で、レベル6から、道順が一応自分で決めてみました。ここに行ってください。エルトナ大陸の水の塔の前ですね。水の塔の前に行きます。移動してきました。移動しましたら、すぐのところで釣りをする場所があります。ここで釣りをしていきましょう。釣れるのが、フナ、ピラニア、ニジマス、ブラックバスですね。このどれもが、そこそこ経験値があります。まあ、そこそこって言っても、100ちょっとから300ぐらい。100から300ぐらいかな。それぐらいの経験値をもらえますので、ここで釣りをして、レベル11まで頑張ってあげてください。11までがね、ちょっとかかります。1時間ぐらいかな。1時間もあれば、まあ、十分と思うので、とりあえず、ここで、レベル6から、11までですね、上げることをおすすめします。まあ6までの装備があれば全く問題なくここ釣っていけると思うので、ここでやってみてください。俺のおすすめここですね。はい。あ、で、釣りをするときには必ず、装備でエンゼル帽子だね、エンゼル帽と、あと食べ物ですね。何でもいいです。俺は一番安いゴージャスクッキーを食べてるんですけども、何でも構いません。それプラス元気玉だね。これは忘れず使ってやってください。釣りもね、この経験値アップの効果が乗りますので、必ず使って、釣りをするようにしていってください。若干ね、ほぼ釣れないんだけどね。ほぼ食いつかないんだけども、ブラックバスはちょっと難しいです。まあ、ほぼ食いつかないけどね。まあ、ブラックバスが来た時には、まあまあ、釣れなくてもいいんじゃないですか。他のやつで、経験値を稼いでいっても大丈夫です。はい。で、ここで、レベル11になりました。レベル11になりましたら、この釣り竿がもらえます。炎の釣り竿。この、炎の釣り竿を持った状態で、次に行きましょう。炎の釣り竿が、もうとにかく、優秀です。もうここ、レベル11からが、まあ、釣りの本気みたいなところですね。で、おすすめの、レベル11からの釣り場所、ドアチャッカの、サーマリ高原ですね。サーマリ高原へ行きましょう。サーマリ高原着きました。
ですぐ行ったところに、釣り場があります。この辺りですね、見てみましょう。極楽魚の白と黒ですね。これが結構レアな極楽魚で、経験値ものすごいもらえます。確定でね、1000ちょっと、黒だったら、1100で、白が1320だったかな、それぐらいもらえるんですよ。なのでレベル11からここで釣りをやっていきましょう。装備は炎の釣り竿ですね。炎の釣り竿がないとちょっと難しいと思う。無理だろうね。なので炎の釣り竿を持ったらここで、釣りをしていきましょう。俺はねここでね釣るのが好きなんですよ。この橋の上、ギガデーモンを横目に、あ、鬼コンボかな、これは。こいつを横目に倒す、釣っていくっていうのが俺は好きですね。来た。で、このね、白黒がなかなか難しいんですよ。で、白と黒別々で、ちょっと癖があるんですよね。まあ、それをやってると分かるようになってきます。どっちだろうな。どっちだろうな。白と見た。あ、ダメだ、黒だ。ダメ。ダメですね。失敗すると一発でアウトです。そうなんですよ。力ためのね、効果が白と黒で違って、そこでね、釣れるか釣れないかが変わってきます。大体ね、当たるんだけどね。OK。今回は白みたいですね。OK。ちょっと釣っちゃいましょう。一応白と黒釣ってね、どれぐらいの経験値かっていうのをお見せしたいところです。結構痛い、疲れてる。これ炎だ。あの、炎ね、これが強いんですよ。炎の力で引く、これがもう全力で引くよりもさらに、メートルを稼いでくれる。50メートルぐらい引いてくれるかな。うまくいけば60とか70ぐらい引いてくれるので、もうこの炎の力が本当に重要です。めちゃくちゃ重要。で、釣りのコツとして、全力で引くっていうのがあるんですよね。その全力で引く時の、メートル数を、まあ、大体覚えておくと釣りやすくなりますかね。まあ、最後の決め手はその、全力で引くで、なんとかしてみてください。で、白、経験値が、1320ですね。そこら辺で釣ってると、100やら300やらなんですけども、ここだったらば確実に1000以上の経験値がもらえますので、ものすごいおすすめです。レベル11からはもうここで確定でいいですね。で、他でも、まあ、釣れないこともないんだけども、星4とかね、ギリギリ釣れるか釣れないかなのよ。星4を釣ろうと思うと、そうね、多分レベル19とか必要じゃないですか。俺今17なんですけども、ギリギリですもんね。黒と見た。よし、黒だ。OK。今回は黒をちょっと釣り上げたいと思います。OK。完璧だね。いいや。いけ。いけました。黒ですね。最小サイズ。で、黒が経験値1100となってます。はい。ここはもうこの白と黒しか釣れないので、安心して釣りをやっていってください。で、釣りをするときには必ず、もらった装備を付け替えるようにしてください。付け替えないと、元から持ってる銀と、他の丈夫な釣り竿かな、それになっちゃうので、それはちょっと注意してやっていってください。じゃあ釣りね、なんかね意外とね楽しいですよ。クリア後にぼっちぼっちやってると結構楽しめるのでおすすめです。いいかな。で、氷の釣り竿かがあるとさらに釣りやすくなるので、レベル17でもらえます。氷の釣り竿はいいですね。30メートルか40メートルぐらい引いて、で、それで確定で魚を2回もしくは3回
凍らせて動けなくするのですごく使いやすいですね。はい、今回は白かな。まあ、こんな感じでここですね、サーマル高原だったかな、確かね、サーマリだ、サーマリ高原の、ここら辺で釣ってみてください。で、この報酬があるじゃないですか。まあ、仕草、食べ物、そしてスキルアップパネルと、お着替えですね。これすべて入手するのに、レベル17ぐらいまで上がればいけました。17からは、もう、あとは趣味ですよね。趣味でやっていきます。まあ、ちなみにね、29まで装備があるんですよ。29は厳しいだろうな。厳しそう。もうちょっとね、美味しいとこを見つけないと、ちょっとレベル上げが厳しいですね。はい。まあ、レベル15ぐらいまでは上がります。レベル14、15ぐらいまでは結構ポンポン上がっていくんですよ。で、15ぐらいからがむちゃくちゃきついです。一回レベル上げるのに経験値がね、2、3万必要になるんですよ。今、俺の状態で、一回上げるのにね、5万、6万必要なんですよ。なので、29までとなると結構厳しくなりそうだけども、まあそこまで頑張ってやっていきますよ。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。